目的はこの足をね、内側にひねる、ひねり込むこと。倒したら、この足を、こうね、ここしっかり挟む。これがこっちへ来てれば、決まりますね。これがこうなってたりすると、こうなってたりすると、逃げ切れるから、起き上がって逃げ切れる。だから外側からこういうふうに、こっちへ、こういう角度で決まっていくんですよね。こういうふうに、ッッッッッ、これを押さえる。外側のこのラインを押さえる。ちょっとそういう意味で、いやあのちょっと足の締め方を注意してみて、はい、足の締め、わざわざ前に引っ張って、このまま引きましょう。あ、うんうん、横の位置から、はい、これわざわざ取ったら、こっちへ来て正面からよりも正面からあんまりここ引いてないんですよ。だから、せっかくこの位置いるんだから、これくっされたら、ここちょっとこっちに回ってる、この膝のここ、膝を押し込みながら押し込みながら膝を内側にした状態で決めないで持っていきますね。倒しますね。倒します。倒したら自分のサイドいますね、今ね、相手のサイド、はい、サイドにいたらここを抱えたらこう、こういう状態、あのジャケットを掴んでこれでも逃げない、これしっかりやってみましょう。はい、ちょっと左手に使う。そうですね。